フェイスをスクエアな状態から入れていくとバンスから入りやすくなっていきます。フェイスのこの動きっていうのに注目してあげると鈍角に入れやすくなりますので。ましたよね、音全然違いますね。はい、全然音違いますよね。さあ始まりました、 JLPGA オフィシャルチャンネル、ティーチングプロの飯塚千恵です。はい、じゃあ今回また飯塚千恵プロにご出演いただいて、はい、今バンカーに来てるんですけども、はい、こうなんか足が埋まっちゃうぐらいのいいバンカーというか、うん、ふかふかですね。ふかふかすぎてこう歩くのもおぼつかないみたいな感じなんですけど、はい、こういうバンカーってこう得意不得意あるんじゃないかなっていうところで、はい、まあ、僕とかもこういうとこ入ると結構深く刺さっちゃって、うん、たくさん砂を取って飛ばないみたいなことも多かったり、はい、するんですけど、ちょっとこういうバンカー、柔らかいバンカーの攻略法みたいなところを教えていただきたいと思います。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、こういうふわふわなバンカーってやはりさっきもおっしゃった通りリーディングエッジから入ってしまうと砂をたくさん下の方まで取ってしまってボール爆発できなくて飛ばないよっていうことがとっても多くなっちゃうので、できればバンスから入れたいですよね。でバンスから入れるためにはどうしたらいいかというと、例えばフェースを開いて閉じてくるバンカーショットはリーディングエッジから入りやすいんですよね。開いたものを閉じると鋭角に入りやすいのでリーディングエッジから入りやすいです。じゃあ逆にフェースをスクエアな状態から入れていくとバンスから入りやすくなっていきます。イメージは閉じたものをボディーターンでこう開いていくようなイメージですね。はい、そうするとバンスから入ってくれるので砂を少なく取ることができるのでふわふわでも距離を出すことができます。はい、あとなんかそのイメージなんですけど、はい、バウンスを使ってということであれば、はい、なんかこう低く打っていくようなイメージがなんかある気がしていて、ハンドダウンのままこう打っていくみたいな。あ、はい、おっしゃりたいことはおそらく鈍角ってことですかね。うんうんうん、そうですね、こういうことですね。はいはい、もちろんフェースの今のお話をさせていただいたのがまさにそれで、開いたものを閉じたものは鋭角、閉じたものを開いていってアタックしてあげると鈍角にバンスから入ることができるので、このフェースのこの動きっていうのに注目してあげると鈍角に入れやすくなりますのでぜひやってもらいたいんですが、はい、このふわふわのバンカーにはやっぱりそのフェースを開いてセットアップすることが相性いいのでできれば金沢さん今やってくださったぐらいフェース開いてあげます。はい、ふわふわなバンカーの時は開く、はい、まあ、これが万が一硬かった場合、雨降っちゃった後とかはあんまり開いちゃうと、うん、今度バンスが跳ねちゃうので、うん、アドレスはスクエアの方が相性いいです。はい、なので今日は開いてスタートします。はい、フェース開きましたね、金田さん。はい、開いたところからそれ以上開かないようにしてあげてください。あ、なるほど、なるほど。はい、これそれ以上開いてしまうと戻す動きが入っちゃうのでリーディングエッジから入っちゃうんですよ。はいはいはい、なのでできれば開いたところから動きの中ではもう開かない、はい、というふうに打ってほしい。はい、ということでちょっとやってみたいと思います。はい、わかりました、お願いします。はい、お、素晴らしい。もうちょっと音を高めに鳴らせます、ポンみたいなバンですか。あ、じゃあイメージは開いてるじゃないですか、フェース、そこから閉じて開くようなイメージですね。あ、なるほど。はい、おー、今音しましたよね。音全然違いますね。はい、全然音違いますよね。ちょっともう一回。はい、今のがバンス使えた音ですね。なるほど。はい、素晴らしい。あ、旗包みおお、全然音違いますね。はい、はい、じゃあ今回柔らかいバンカーということで、はい、まあフェースをこう閉じないようにこうやるっていうところだったんですけど、はい、最後なんか音みたいなところも指摘いただいて、なんか確かにこうプロってこう音にこだわるみたいな言うじゃないですか。はい、あれはやっぱりバウンスを使えてるかどうかっていう一つの判断基準みたいな感じなんですか。そうですね、最初に打った球なんかボフって落としましたよね。まあ、出ましたよね。出ましたけども、
パンスが使えてなくてちょっとリーディングエッジから入ったから下に入ってしまったので音がちょっとボフって感じだったんですけども、うん、2球目3球目は高い音になりましたよね、はい、それはパンスから入って砂を少なめに取れたっていう証拠なので、うんうんうん、あ、いい音出たよねみたいな、うんうんうん、ちょっとああいう練習も必要ということですね、はいはい、今回柔らかいバンカーということでいろんなことを伺うことができました。今回もありがとうございました、はい、ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、コメントよろしくお願いします。ぜひレッスンにもいらしてくださいね。